はい、こんばんは。こんばんは。今日はですね、愛太郎チャンネルランキング戦をやるわけなんですけれども、うん、ちょっと新たにね、新加入したメンバーを紹介します。新加入今日から加入します。だからこれで6チーム、6人で総当たりをやってもらうわけなんですけども、じゃあちょっと太陽の目を呼びたいと思います。緊張するな。僕のソフトテニスの師匠でもあり、 YouTube の師匠でもあり、結果 Google の師匠の天野目さんに登場していただきましょう。お願いします。どうも、愛太郎の師匠の天野目です。僕の高校の先輩です。で、ここ同級生なんですよね。同級生、ね、もうね、中学の時から知ってます。同じ地区ですもんね。これは負けるですよ、2人とも。本当に何回も当たりましたよ。マジで何回も当たる。負けちゃダメですよ、2人とも。じゃあ両方負けたらこれもう喧嘩ですからね。どっちか負けたらシングルスはね、初めてだね。本当にじゃあ今日はこの2人で2人の目になるのかどうか。こういう初戦結構大事ですよ。顔を見てもらうと分かるんですけど、だから絶望しかないです。シングルスそんな経験ないんですけど、はい、まあ台風の目になれるように頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。頑張ってください。はい、じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。あゆ太郎チャンネル。じゃあアップ一本だけお願いします。はい、これ新球、これ新球だな。はい、サービスサイド、いや決めてなかった。サービスサイド渡ろう。レシーブサイド余る目。セブンゲームマッチ、バイバイ。さてこの初戦、余る目さんにとっては大事な初戦になります。えぐいぞこれは。サイドを切るバックストローク、マジやばい。もう吹っ切れてるようです、渡辺選手。ちょっとハードな戦いだな。おっと、やばい。ただなかなかいいストロークを打ってるんですけれども、渡郎選手がすごいいい返しをしてますね。決して悪くないんですけどね。だって自分でも思ってんだけど。ここはスキャッチ、アウト。ゲームチェンサイズ。アマルメさんの方がハードヒッターなんですがね、アマルメさんがどんだけ緩急をつけて攻めるときは攻めるときは攻めて、守るときは守れるかが鍵ですね。渡辺さんはさっきの試合と違ってちょっと落ち着いてきましたね。いやちょっとえぐいな。あげないよ。ここで戻ってきた。あげないよ。あう、マジか。おっと、このまま行ってしまうのか。オッケー。おっと、いい球打ってるんですがね。ちょっと余る目選手は決め手にかけてますね今。そう、決め手。わたろう選手のペースですね。やべえ、やべえ。増えてきました、さっきと違い。よくない。いやいや、おじさんはさっき渡辺選手に勝ったのですごい応援してる。ここは耐えた。
惜しい。ちょっとなんだよな。ものすごいスピードで試合が進んでいく。やばい、すごい山頂。踏ん張りましょう。それ取ったら3ゼロになる。さっきも言ってましたけど。いや、今2番。あ、2番。やばい、渡辺選手強い。これはでかい。これでゲームですか？チェンサイズ。さてゲームカウント 3-0。 ここ切り替え重要ですよ。調子はね、悪いわけじゃないんです。いや、めっちゃいいボール打ってますけどね。そうなんですけど、最後まで集中しきれてない。アップ。いやー、えぐいね。来た来た来た。あっ、よく見るやつだ。3-0からのよくあるやつ。うん、来た来た来た。ありがとうございます。来た、ありがとうございます。よし、おっと、これはあるぞ、あるぞ、あるあるある。チンチはチャンス、チンチはチャンス。よし、もう振り切った。同じパターンだぞ、これは。なんか前半の俺を見ている気がする。こうなると追い上げられてる方がきついんですよね。あるなこれは。渡辺選手締め直してますね、気持ちを。ちょっとダブルだったらね、あそこまで引っ張れるんだ。おっと、いい打ち合い。渡郎選手前衛なんですけどね、ストロークがめちゃくちゃいいんですよね。ストロークの安定感がめちゃくちゃいい。よし、来た。いったー。ゲームセット。あゆ太郎チャンネル。めちゃくちゃいい勝負。ちょっと危なかったですね、渡郎選手。メンタル、これは3-0からのシングルスはメンタルです。いやでもやっぱ 3-0 になっても分かんないし、 0-3 からでも分かんないですよね。そうですね、そうですね。じゃあちょっと、じゃあ初参戦の天野さんのちょっと感想をお願いします。まずはちょっと5試合ぐらいあるんですけど、はい、先に投げないと思うんですけど。まず自分のダメだったところは詰め切れなかったところですね。あ、そうですね、はい、ちょっと要所要所でのミスが、あ、もう良くなかったです。練習の球とかはいいんですけどね。そう、途中の球良かったんですよね。ただこのあゆ太郎チャンネルこのメンバー意外とレベルちょっと高いんで。高いですね。高いですね。ちょっとこれから頑張ってください。はい、まあ、ぶっ倒してね。いいですね。まだまだ分かんないんで、いっぱいなんで。ここで2勝2敗になりましたね。2勝2敗になりました。まだ上位は食い込める、全然。そうだね、これからどんどん人増やして優勝になろうかなと。人増やまだ希望は捨ててないです。大会の形がぶっ壊れてる。まだ優勝しようとしてる、この人。まだ優勝しようとしてる。人投入して優勝しようとしてるから。自分の力じゃない。次も頑張ってください。頑張ります。はい、まだ今タイになったんですね、2勝2敗で。そうだね、まだ上位なんで。はい、じゃあありがとうございました、今日は。頑張ります。